マダイの鯛の鯛中央の縦の筋より、左が肩甲骨、右が右甲骨。肩甲骨の穴を鯛の目に見立てる。アジの開きから採取されたアジの鯛の鯛アジには似ておらず、やはり鯛に似ている。鯛の鯛は、甲骨魚類の骨の一部で、姿が鯛に似た部位のことである。鯛の鯛や鯛中鯛とも呼ばれる。タのタとは、 甲骨魚の肩体の骨の一部であり、肩甲骨と右甲骨がつながった状態のものである。この部位は主に胸びれを動かすときに使われる骨であり、肩甲骨と右甲骨の両端でギサ骨に繋がった形で、エラ付近にある。肩甲骨には複数の副鎖骨がくっついているが、これは体の体には入らない。体の体において目の役目をする肩甲骨の穴は、 胸びれにつながる神経が通っていた穴である。基本的にほとんどの甲骨魚に存在するが、胸びれをよく動かす魚ほど甲骨の張り出しが大きくなり、逆に、小番座目のようにあまりヒレを使わない魚では、張り出しが小さい。また、ウツボのように胸びれがほとんど使われない魚では、鯛の鯛は取れない。鯛の中にあるもの、とりわけマダイのものが最も形が美しいのと、 いずれの魚の場合もこの部分はその魚ではなくタイに見るためか、どの甲骨魚のこの部分もタイのタイと称する。ただし、イワシのイワシやヒラメのヒラメのようにその魚の故障を重ねて呼ぶ場合もある。しかし、その場合でもイワシのタイやヒラメのタイなどとは呼ばれない。タイのタイは、江戸時代の文献にはすでにタイ中代の字が見られ、 めでたい体の中でさらにめでたい形であるとされ、縁起物として喜ばれていた。採取する場合、魚に熱を通した方が、身離れがよく採取しやすいが、焼くと身と骨がくっついてしまうことがあるため、煮付けにするのが良い。また、肩甲骨と右甲骨のつながりは、非常に脆く、洗う際などには折れないように注意する必要がある。骨格上、 一匹の魚から左右一体の二個が取れる。ありがとうございます。